ジョンストン、さ、1650ヨハネス・ヨンストンは、スコットランドを羊とするポーランドの博物学者。著書、長獣中魚図譜は、ヨーロッパに広まり、日本にもオランダ商官庁から、オランダ語版が、江戸幕府に献上された。将軍、徳川吉宗の命によって、ノロ献上によって、オランダ畜獣中魚は会として省略された。1603年に、シャモツリで生まれた。 父親は、スコットランドから、貴族民主主義の国家、ポーランドリトアニア共和国に移住した人物で、一緒に移住したおじの援助で教育を受けた。オストルク、ビトムのショーネシャナムで学んだ後、1619年から、トルンの高校で学んだ。カルバン派の新京都であったので、ポーランドのカソリックが支配する、ヤギエオ大学には進めず、スコットランドのセントアンドルーズ大学で、 神学、スコラ哲学、ヘブライ語を学び学位を得た。1625年に、ポーランド・リトアニア共和国に戻り、1628年まで、レシュノのメーカー、カーツバック・ザワドスキー家の家庭教師を務めた。その頃、自然史ハンドブックを出版し、この著作は1657年になって英語に翻訳された。1628年からドイツなどに旅し、 研究を再開し、ケンブリッジ大学、フランクフルト大学、ライデン大学で植物学や医学を学んだ。オランダのデーフェンテルの学校の教授になることを求められたが、ポーランドに戻り、貴族のラファウレ・シチニスキの屋敷に泊まり、息子のボグスワ・フレ・シチニスキの家庭教師として働いた。1三十二年に、ボグスワ・フレ・シチニスキや他の貴族の子息とヨーロッパの大学を巡り、 1634年に、ライデン大学とケンブリッジ大学から学位を得て、ラファウレ・シチニスキの不法が届いた1636年まで旅を続けた。ポーランドに戻った後は、レシュノのアカデミーで教え、同じくレシュノで教えていたコメニウスの友人であった。哲学、神学、博物学を学び、 百科辞典事と言うべき多くの著作を残した。長寿中魚図譜は1650年から1653年の間に五巻で出版され、フランクフルトのマテウスメイリアンの出版書から出版された。1025ページの文章と2859点の4足、動物、鳥、魚、クジラ、虫、蛇及びドラゴンの図版が添えられていた。図版は、 コンラート・ゲスナーやウリッセ・アルドロ・バンディラの書籍の図版をもとにメリアンの工房で制作された。ジョンストは植物の学名で命名者を示す場合にヨハネス・ヨンストンを示すのに使われる。ありがとうございます。